すい12月11日1951年12月30日は日本の弁護士衆議院議員司法参与官広島市長愛媛県二郡中小村大和中村出身藤田治虫の,の4男父治虫は受者漢学者1898年東京専門学校保護行政科を卒業弁護士試験に合格 1900年、大阪に弁護士事務所を開き、1903年に広島市に移った。広島では弁護士副会長や弁護士会長を務めた。広島市会議員、広島県会議員、県参次会議員、県会副議長を歴任した後、1927年の衆議院議員補欠選挙に当選。当選回数は合計で5回を数えた。1937年、 1> 第1次、この絵内閣が成立すると、司法参与官に任ぜられた。1939年から1943年まで、広島市長を務めた。戦後は、広島市の復興審議会の委員長に就任したが、1947年、公職追放に遭う。その後は、浜井新三に、第1回市長選挙への立候補を称揚するなど、戦後の広島市政を陰で支え、 最晩年の1951年には、旧軍港と転換法に基づく広島市への国有事務所を払い下げを実現すべく、前市長の木原市郎と共に病心を押して上京し、政府との折衝に当たったが、その直後に死去した。趣味は囲碁。宗教は仏教。住所は広島市小町。ありがとうございます。